はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、今話題のあのヘッドホンでございます。数日前にですね、先行レビューということで、こちらですね、ソニーの WH-1000XM4M4 ですね、こちらの、まあ、レビューを出したんですけども、結構その中のコメントでも来ていた、まあ、質問とかね、その辺にも回答しつつ、今回はですね、先代モデルの WH-1000XM3 から買い替えるだけの、ポイントというか買い替える価値はあるのかっていうところについて、まあ、自分なりにねちょっと比較をしてみたので、そのあたりについて動画でお話ししていこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、前回ですね開封してからもうしばらく経ちまして、毎日使い込んでみました。ちょっと時間を見つけてね、音楽を聴いたりとか通話の品質をテストしたりとか、動画を見たりとか、 Android スマートフォンだけじゃなくて iPad とか Windows とか、まあ、いろんな OS でね、接続をして、使ってみたりとか試してみました。まあ、やっぱり初日でできることって結構限られているので、ちょっと時間をかけて今回は検証してみたので、その辺も踏まえてねお話ししていきます。でどこからいこうかな。まず音質についてなんですけども、音質については、まあ、初日でもねざっくり比較してるんですけども、まあ、その印象は特に今のところ変わりはなくてですね、 Mark III もすごくいい音で、まあ、完成されていた音ではあったんですけど、どっちかというと結構ガンガン来るんですよね、 Mark III の方は。で Mark IV の方はどうかっていうと、あのマーク3と比べてなんですけども、同じ設定で比べるとより自然で、さらに繊細になったかなっていう印象はあります。であとね、長時間聞いてても聞き疲れしにくいような音になったかなっていう印象もあります。でさらにあのマーク3のようなあのガンガン来てほしいっていう要望にはイコライザーでね応えることもできるので、音質に関しては、まあ、向上してるかなと思います。例えばポイント制で言うんだったら、マーク3が例えば10点満点中8点の音質だとすると、9点になったぐらいな感じなので、ものすごく体感ですごく向上したかっていうとそうではないんですけども、同じ曲で聴き比べをしてみると、 Mark III で聴いた直後に Mark IV で聴いたりするとやっぱり若干ね音質に差があってですね、違いを感じることはできるかなと思います。であとは聴く音楽のこのジャンルによってもこの違い の感じられるか感じられないかっていうのに結構差があるかなっていうふうにも感じました。で次ノイズキャンセリングについてですね、ノイキャンですね、今うちもかなりね騒音が激しいんですよ。除湿機が特にねかなり激しい音を鳴らしてるんですけども、まあ、そういうところのすぐ近くとかで聞いても、あのブーンっていう音がスーって消えるぐらいやっぱり強いんですよ。でマーク3もノイキャンめちゃくちゃ強くて、まあ、こっちでもスッとかけ消えるんですけど、まあ、あのノイズキャンセリングに関してもやっぱりマーク4は、まあ、より自然になったかなっていう印象ですね。パワーがガツンと上がったとかではなくて、ノイキャンの精度が良くなったかなっていう印象です。であと細かな使い勝手とかに関してなんですけども、まあ、この辺はねあの前回のレビューでもある程度お話ししてるんですけど、細かな使い勝手の向上が一番目立ってるというか、すごいんですよ。まあ、新機能のスピークトゥーチャットだったりとか、ヘッドホンをこうつけていて、ここから発せられる声だけをですね、しっかりとこう認識して喋、り出したら外音取り込み機能がオンになって音楽が一時停止される機能だったりとか、すごく頭がいいんですよねこのヘッドホン。であと近くでこの人が喋って違う人が喋った声が認識されて止まったりしないのかってところなんですけど、それもしないんですよ。ちゃんとこの自分のここから発した音を認識して、スピークトゥチャットが発動するので、その辺の精度っていうのもすごい高いなと思いました。ただまあこの機能必要ないって人もいると思います。実際スピークトゥチャットで、まあ、誤認識されるってことは少ないにしても、自分はちょっと使わないかなっていう人もいると思うので、そういう場合はもちろんオフにもできるので、そういうところはね、親切かなと思います。であと使い勝手で向上しているのが、音楽再生中にこうヘッドホン外して音楽が一時停止されるっていうところと、こうテーブルとかに置いてこの放置した時に自動的に電源がオフになるっていうところですね。まあ、この辺もバッテリー切れの心配がなくなったりとか、かなりね嬉しいポイントだと思います。マーク3の時に私はね過去に 2,3 回はこの電源つけっぱで放置してバッテリーなくなっちゃったってことをやったことがあるので、そういうことがもうないよというところですね。まあ、気にしなくて良くなるっていうのはすごくいいかなと思います。で次ね、ちょっと前回 の先行レビューの時にコメントで結構質問とか来ていたので、そこにちょっと回答する形で、行こうかなと思います。でまず装着感について、一つ質問が来ていて、メガネを装着したまま長時間装着していても違和感はないですかっていうコメントが来てました。まあ、メガネいつも装着してるんで、
その状態でこうつけて、違和感はないかっていうところなんですけども、全く違和感ないです、すごくね、フィット感というか装着感は自然だし、この横の部分との干渉も、特に感じないですね、しかも帽子かぶってメガネしちゃってますけど問題ないです、装着感はかなりね良くて、長時間つけていても疲れにくいと思います。でこれに関してはマーク4もそうなんですけど、マーク3もね、装着感良かったんで、マーク3に関してもそんなに違和感っていうのはなくて、メガネつけたままでもつけることはできます。なのでまあマーク4ね、これから買おうとしている場合にこのメガネっ子でも安心して、購入して大丈夫かなと思います。であとね、前回の先行レビューでね、ちょっとね大事なポイントが漏れてました。そう、今回の新機能の一つね、ちょっと言い忘れてたんですよ。レビューの時点で気づいてはいたんだけど、話したつもりになってて話してなかったっていうね、ちょっと大変なミスをやってしまったんですけども、今回ですね、マーク4になって、追加された新機能もう一つあります、マルチポイント接続っていう機能ですね、これは何かというと、なんと今回ですね、マーク4に関して2台同時接続ができます、つまり例えばこの Android スマホ1台とiPhone1 台っていう感じで、スマホ2台で使うこともできますし、 Android スマホ1台と iPad ですね、こういう組み合わせでもちろん使うこともできます。であとはそうだな、パソコンとスマホとか、そんな感じで使うこともできるし、2台ね同時で接続できるんですよ。でどういう感じなのかっていうのをね、ちょっと UI も含めてお見せしようと思うんですけど、まず使う場合はですね、こちらヘッドホンズのアプリの中で2台の機器と同時に接続っていう項目があるんですよね。でこれをチェックしてあげると、1回再接続が必要になるんですけども、これで接続がされまして、まず1台目が接続されますよと。で今はこれ Galaxy S20 Ultra 5G にこう接続されていますという状態になりました。で例えば次 iPad でも接続したいよって時に、このままの状態で、これですね、もう1回ペアリングしているので残ってるんですけど、WH1000XM4 ですね、こちらをタップしますよと。そうするとですね、 Bluetooth 2台目のデバイスに接続しましたっていう、アナウンスが入ります。これで今 iPad と Galaxy で接続されてるっていう状態ですね。で例えばどう使うのかっていうと、今 iPad で例えば動画見ますよと、今こう動画見てて音流れてるんですけど、一旦ちょっとじゃあ一時停止をして、次こっち Galaxy に戻ってきますよと、スマホに戻ってきます、スマホの方でこう音楽を流しますよと、そうするともうスマホ接続の方でこのヘッドホンから音楽が流れるって感じですね。デバイスの切り替えとか不要で2台同時に接続すると、どっちでも音楽を聴いたりとかできますよという機能ですね。これすごい便利だと思います、ただ今ちょっと使って気になるのは、この iPad で動画を見ていて一時停止してすぐにこっちでまた音楽を再生したりとか、こう動画を見ようとすると、ちょっと無音の時間があります、おそらくこっちとこっちでこの自動的に切り替えを認識するのに若干時間がかかっているのかなっていうところですね。であとこの2台同時接続すると LDAC にならないんですよね。AAC になってます。っていうところでコーデックがですね、LDAC で接続したい場合は、2台同時接続をオフにして使う必要があります。で使っててこのデバイスを切り替えるときに関してなんですけど、例えばマルチペアリングじゃなくて1台ずつ使う場合に、今じゃあこっちのスマホで使ってましたと。でこっちのスマホに切り替えたいですよっていうときなんかは、1回電源を切って、で長押しをして電源を入れて、そのまま長押しして、そうするとピポっていって Bluetooth ペアリングモードに入るので、その状態にしてからこう接続したいスマホで接続するというふうにすると早いですね。もしくは NFC 使うっていう手もあります。今こちらにですね NFC タグがついているので、今じゃあ今度こっちに接続されてますけど、こっちに接続したいって時は、こっちで接続してあげると、一瞬で切り替えができます。で逆に今度こっちからこっちに切り替えたいって時はもう一回接続してあげると、すぐね準備して接続がされます。なので、いろんなデバイスで切り替えするときも NFC がついていればすごい楽です。で NFC がついてないスマホとか、デバイスですね、使うときは電源長押しして接続してあげるというふうにすればいいです。デバイスの切り替えはすごく楽だと思います。で、基本的に Android で使ってましたけど、この iPad で使った場合どうなのかっていうところですね。 iPad でも、しっかりですねソニーのヘッドホンズのアプリは、一応入れることができます。iPhone 用なんですけどね、一応入りますよというところで、あとね動画とか見てても意外とこの、iPad で接続すると LDAC じゃなくて AAC 接続になるんですけど、動画を見ていて遅延とかっていうのはほぼ違和感なかったので、普通にこの
動画視聴デバイスとしても使えるかなと思います。で次 Windows ですね。これも結構コメント来てたんですけど、 Windows で使ってどうかってところですね。うちにはちょっと MSI のノート PC に、こちら、WH1000XM4、接続してみました。でノート PC の方で動画を再生して、まあ、ちょっと聞いてみたりとかしたんですけど、普通にまず接続はできたし、動画視聴でも、まあ、違和感、ね、なかったです。もちろんゲームをやったりとか遅延にシビアなあのコンテンツを楽しむ場合はちょっと厳しいかなっていう気はするんですけど、普通に YouTube の動画を見るとかする分にはまあ全然問題ないかなという気がします。で気になる場合はまあ有線使うっていうところですね。有線ももちろん対応してるので有線で使えば大丈夫かなと思います。であとコメント来てたのが、あの音の方向が変わる機能みたいなのがマーク3であったんですけど、それ使えるんですかっていうコメントが来てました。それどういう機能なのかっていうと、ちょっとマーク3の方でね接続して使ってみますけど、この音の方向が変わる機能っていうのは、こちらですね、音が聞こえる方向を変更っていうところがあって、これを押して今デフォルトのオフの状態なんですけど、前から聞こえるとか、左前から聞こえる、右前から聞こえるとか、後ろから聞こえるとかっていう風に音の聞こえる方向を変えることができるんですよね。マーク3の機能ですね。あとサラウンド VPT っていう機能があって、これを押すとコンサートホールとかアウトドアステージとかクラブとか、アリーナとかそんな感じで、まあ、サラウンドの機能をですね、入れることができる、そういうモードも、マーク3にはあります。この画面ですね、こちらにあるんですけども、こっちがですねマーク4の、アプリなんですけど、ないんですよね、そういった機能。もしかしたらアップデートとかで入るって可能性はあるんですけど、現状ではですね、このアプリを見る感じだと、このサラウンドの機能と音が聞こえる方向を変える機能っていうのは入ってないですね。なのでもしあのサラウンドとか音が前から聞こえるとか後ろから聞こえるっていう機能を使いたい方は、今のところはマーク3独自の機能なのかもしれません。マーク4には入ってないです。であと通話の品質ね、一応チェックしてみました。マーク3とマーク4で通話品質の違いをチェックしてみたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、こちらがですね WH1000XM3 ですね。一つ前のモデルのヘッドホンの通話品質になります。 Zoom を使って通話の品質のテストをしてます。こんな感じでこのヘッドホンを使って通話をすることができます。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはですね Zoom を使って、WH1000XM4 ですね、こちらの通話品質をチェックしてます。どういった感じの音質になってますでしょうか。こんな感じで通話をすることができます。はい、ということでマーク3とマーク4で通話品質の違いチェックしてみたんですけど、まあ、マーク3でも通話品質はまあ悪くないかなと思ったんですけど、マーク4と比べるとマーク4の方が通話の品質の透明感というか、このよりなんか声がクリアで聞きやすくなっているかなと思います。だいたいこのノイズキャンセリングがパワーアップしていると、マイクの品質が良くなってたりするので、それに伴ってこの通話品質も向上しているっていうパターンが多いんですけど、マーク4に関しても通話品質さらに良くなっています。であとコメントで来てたのが遅延はどうかってところですね。まずゲームだと、ゲームもちろんやってみたんですけど、音ゲーだと遅延はやっぱりあります。はい、ヘッドホンだけどやっぱり遅延は感じられる。で有線にすると一気に遅延なくなったんで、無線で接続すると、まあ、LDAC で使っていても、まあ、多少遅延はありますと。まあ、ただ動画視聴だと特に気にならなかったです。はい、まあ、動画を見るデバイスとして使うことは全然 OK だと思いますぐらいかな。であと他社比較ね、結構コメント来てたんですけど、BOSE とかゼンハイザーと比較してほしいってコメントが来てたんですけど、ちょっとこれ今ねお借りしてるデバイスなので、あんまりこの今お借りしてる段階で他社と比較してしまうのは、まあ、フェアじゃないかなというところがありますので、ちょっと私ねこれからマーク4ね購入しようと思いますので、購入して、まあ、自分で所有しているデバイスが届いたらですね他社比較やっていこうかなと思います。っていう感じですかね。はい、ということでマーク3とマーク4なんですけども、まあ、似ている見た目ではあるんですけど、中身の方はかなり、ね、アップグレードされてます。はい、で私も今回ですね、まあ、しばらくマーク4を触ってみて、まあ、買い替えというか、まあ、とりあえずマーク4の方は購入しようと思います。はい、でカラーは今回ねブラックにしようかなと思ってますので、まあ、ずっと同じ色だとちょっとね新鮮味が少ないので、今回ブラックの方を買ってみようかなと思っております。で他社比較はね購入したらじっくりやってみようかなと思ってますので、ぜひご期待いただければと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。